どうも、チョコ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきます。本日の授業のテーマは、ジブリ作品、となりのトトロです。それでは授業を始めます。よろしくお願いします。はい、本日のテーマは、となりのトトロです。夏のジブリといえばという、まあ、名作中の名作でございまして、この作品は1988年、今から約30年前ですね。30年ですよ。ものすごい、月日経ってますけれども、今でもね、まあ、2年おきぐらいに地上波で、放送されている人気作品となっています。今日はこの作品についてお話ししてまいります。トトロといえば、まあ、見るたびにですね、まあ、どの世代の人も、強烈な懐かしさを覚えるんじゃないかなって、個人的には思いますね。子供ながら、ほんと小さい時、小学校見た時でさえ、なんか懐かしい感覚っていうのに囚われて、もっと大人になってからでさえも、毎回見るたびに、この懐かしい感覚は何なんだろうなって、思ってたんですけれども、まあ、そこでですね、本日は、私の大好きなトトロの、めっちゃ懐かしいなーってなるシーンをいくつか挙げて、そう思う理由について、まあ、解明していこうという動画でございます。ですので、本日は、まあ、ジブリが好きな人や、まあ、隣のトトロが大好きな人に向けての動画となっています。今週はあっさり編ということで、比較的、まあ、楽に聞ける楽しい内容に、なっていくと思います。っていうかですね、なんかその懐かしい話をメインにしますので、あのトトロ自体の話はね、実はあんまりしません。あの作品自体がめっちゃ好きっていう人にね、おすすめですね。ご注意ですけれども、今回の動画はネタバレ大ありでして、都市伝説などはなし、トリビアもなし、その他、ハメになる話なども一切ございません。楽に見ていただければなと思います。それでは、隣のトトロの懐かしいシーンについてお話ししていきたいと思います。私が思う、なんか知らんけど、めっちゃ懐かしいって感じるシーン、をいくつか挙げてきました。大きく分けてですね、3つです。この3つが隣のトトロが懐かしく感じる、まあ、理由かなと思います。1つ目は、最高の田舎の風景。トトロっていうのは、大自然ではないんですよね。もののけ姫みたいな完全なる自然では実はなくて、あくまでも田舎なんですよ。で、田舎っていうのは自然とどう違うかっていうと、その自然に人間の手が程よく加えられたっていうのが田舎なんですね。それのちょうどいいところが、まあ昭和30年代ぐらいかなっていうところで、その塩梅が最高なんですね。で、まあ、よく見ると、こう、野草がいっぱい散りばめられているというか、背景の至るところに、こう見たことがある草花が、いっぱい描かれているんですね。なんかその辺でこう、既視感があるというか、ああ、これ見たことある風景だなっていうのが、こう、誰もが思えるというか、もちろん誰も行ったことがない場所なんだけれども、懐かしいなっていう感じる理由になってるのかなって思います。で、めっちゃそれが強く感じるのが、三人乗りで病院に行くシーンですね。あそこの、こう風を切ってバーって行ったり、木陰で休んだり、みたいなところの、田舎の風景、景色っていうのが何とも言えない、夏だなーっていう感じとか、なんか子供の頃これやったなとか、どうしようもない懐かしさを感じる心象風景の一つかなって感じますね。あとはですね、農作物を育てている描写っていうのが結構出てくるんですね。まあ、田んぼで田植えをしている描写であったり、あとはおばあちゃん家の畑で野菜を取る描写であったり、この作物を作って育てて収穫するみたいなところも、こう、日本ならではの心象風景の一つなのかなっていうところで懐かしさを感じますね。続いて二つ目です。これが個人的にはすごい懐かしさの要因かなと思っています。二つ目は、本気の子供ですね。本気の子供の描写がいっぱい隠れているっていうところですね。子供っていうのはもちろん、メイやサツキのことなんですけども、本気の子供っていうのはとにかく動くんですね。どう動くかっていうのが大きく分けて3つあるかなって思っています。この3つの描写がすごい多いんですね。1つ目はとにかく走ります。引っ越しを終えて、庭でこうね、サツキがおーってこう、やって遊んでたりですとか、側転して走り回ってね、転がり回るシーンありますけども、ああいうところであったり、こう家の中で階段探すときに、姉妹でね、走り回ったりっていうところであったり、お母さんが病気かもしれないってこう心配して走っていくシーンであったり、まあ、よく見るとこの作品の中でメイとサツキはものすごいいろんな場面で走ってるんですね。走るっていうのって結構子供は無意識にやってるんじゃないかなって思う動作の一つでして、別に走ろうと思って走ってるんじゃなくて、なんか行きたい場所があるとか、目的があるとか、気持ちが急いでいるとかいうのの結果として走ってるんですけども、なんかその本気で走ってる様子になんかすごい
あ、子供だなっていうか、これ子供の時って本気で走ってたなみたいな、なんか自分もやったことあるなみたいな経験が重なるので、すごい懐かしいなって思うんですね。で、二つ目のよく動く、遊ぶ、とにかくよく遊びます。一番最初のシーンで言うと、お父さんが、2階に続く階段を見つけて、その窓を開けてきてくれっていうね、まあお手伝いですけども、引っ越しをした後のお手伝いですけども、その階段を探すシーンであったり、窓を開けるっていうのもちょっとこう冒険感覚で遊んでいるところがあったりですとか、洗濯をね、足で洗濯物を1、2、1、2って踏んで、こうあわあわにしてるシーンがあると思うんですけども、あそこもまあどう見ても遊んでますよね。こうなんか大人がするとただの作業に見えるようなことでも、子供たちはすごく全部遊びに置き換えて楽しくやっていくっていうところのシーンがいろんな場面で出てきて、だから二人ともよく笑うんですね。なんかその場面を見てると、すごいその感覚っていうか、何でも遊びに捉えて、あの何でも楽しくやるっていうところが、あ、懐かしいなって思いますよね。はい、三つ目のとにかく動くは、探すということです。この作品の中で二人はいろんなものを探しますね。まあ一番探しているのは、常に探しているのはトトロですよね。トトロとかマックロクロスケとか、そういうお化けみたいな存在。いるんだけど、あの目に見えなさそうな存在っていうものに出会いたくて、すごい探しに行きます。っていうのと、あとはまあ一番最後のこうお母さんを探す。まあメイが基本的に探してますけども、お母さんに会いたくって、それ探しに行く、トウモロコシ持って。っていうところが真剣ですよね。現実的に会えるかどうかとか、それが叶うかどうかは別にして、とにかく探すっていう行為に対してものすごい真剣。ああいう感覚が大人になると薄れていくのかなって思うんですけども、そのなんか計算したり、いや現実問題無理でしょとか、そういうことを考えないで、とにかく探すっていう行為ができるのが子供ならではだなって思うんですね。で、本気かどうかの、なんか指標なんですけども、めっちゃ汚れるんですよ、とにかく。子供は服を汚したり、こう、体中汚れても気にしないみたいなところが本気かどうかの、なんか分かれ目かなと思っていて、それこそ、まあ、まずマックロクロスケを、こう、パチンと潰しちゃって、手が真っ黒になるシーンとか、足の裏が真っ黒になるっていうのが、まず汚れていたり、メイがトトロに会った日に、子供が通るような低い草の道のトンネルがあったと思うんですけど、あそこを通る時もサツキは手と足を使っているので、すごい泥だらけになっていきますけども、お父さんは下駄を手にはめてるんですね。手は汚れないように言ってたりするんですね。大人はとにかく汚れないようになんか気をつけようとするんですけども、子供の場合は汚れても気にしないみたいなところがあったりしますね。あと雨の日にメイは思いっきり顔からベチャンとこけちゃって、顔も服も全部泥だらけにしちゃうシーンがあったりしますし、最後のメイを探すシーンも、サツキは靴を脱いで、素足で探しに行きますよね。あそこも泥だらけというか、足が汚れるのとかは気にしないで、とにかく本気で探す。なんか、いろんな、この体を汚すとか服を汚すっていうところ、自体にもなんかその彼らの本気度が出てるなっていうところで、なんかそれを見てすごいこっちは懐かしいなというか、その感覚、走ったり遊んだり探したりして、こう服とか体を汚していくっていう彼らの本気さがすごい懐かしいなっていう一つですね。懐かしさの理由の三つ目です。これは心細さ、なんかこう寂しいとか、あとね、満たされなさっていうのがすごい入ってくるのかなって思うんですね。この作品ではしばらくこう草壁家とお母さんっていうのが、まあお母さん入院してるので、こうバラバラで生活してますけども、必然的にこう母親っていう存在が子供からいなくなるので、やっぱ子供は心細いですよね。そういう寂しさを常に抱えてるっていうところが、なんかその感覚ってすごい懐かしくないですか？大人になってから母親に会えない寂しいっていうのと、子供時代に母親に会えないから寂しいって全然違うと思うんですけども、この母親と離れ離れになって、こう甘えたいけども、なかなか甘えられないっていう心の中、例えばこの病院に行って、髪を解いてもらう、サツキの一瞬満たされている感覚であったり、メイがお母さんはメイと一緒の布団で寝たいんだってって嬉しそうに口走るところとか、メイが後半でサツキのいる小学校に、来ちゃって、でお姉ちゃんの足にギュッと抱きついて涙を流しているっていうシーンがあったりしますけども、なんかあの辺でこの年齢の子供たちならではのこの寂しさの埋め方というか、どうしても埋めきれない寂しさっていうのを抱えてるっていう感じがすごい懐かしいなっていう感覚と
自分の中にある、なんかそれぞれ見てる人の中にある懐かしいなとか、あ、経験したことあるなっていう感覚とすごいダブル感じですね。あのなんか雨の中長時間こう、バスを待ってる時の心細さであったり、あの最後の姉妹喧嘩をするとこありますよね。あのメインのバカとかヤダとかいうところで、あれを言い合ってるんだけど、でもどっちも寂しいってことは変わりないみたいな、そういう感覚が、あの、誰もが共感できると思うんですよ。誰もがあの母親っていう存在はね、母親とかまあ保護者みたいな存在っていると思うんで、その存在にこううまく甘えきれてない時代をこうなんか思い起こさせられるというか、そういう懐かしさがあるのかなって感じますね。はい。で、この三つの、あの、懐かしさが全部合わさって、トトロっていう作品は常にこう、見れば見るほど、なぜか知らんけど、懐かしいなっていう感覚を、湧き起こってくる作品なのかなって思うんですね。だから、何十年経っても、すごい、愛されているというか、飽きの来ない作品。要は、まあ、むしろ年を取れば取るほど懐かしさっていうのは増していくと思うんで、あの幼少期のあの時代の懐かしさっていうのをこう見れば見るほど、あの思い出させてくれる作品なのかなって感じますね。はい。というわけで、本日は、隣のトトロが懐かしいわけっていうのをこう具体的なシーンを挙げて、こう解明しようということで、はい。解説になっていたでしょうかね。で、トトロのなんか好きなシーンとかありましたら、ぜひね、コメント欄で教えていただけるとね、嬉しいなと思います。はい、それでは、トトロの授業あっさり編は、この辺でおしまいにしたいと思います。来週のこってり編もお楽しみにしてください。それでは授業終わります。ありがとうございました。